なんで株価下がってるのを教えて。日本は前からその長期国債って利率が低かったんですよ。定期預金とかって今5年ものとかでも 1% とかするぐらいじゃないですか。例えばじゃあ100万円の定期預金を作りますっていうので、でその100万円を5年間使えないにもかかわらず年利としては 1% しかつかないみたいな状態だったりするわけですよ。なので100万円を1年間預けてちょうど1万円返ってくるみたいな、そこまでするんだったら他のことにお金使った方がいいんじゃねっていう状態なんですけど、まあその借りる人がいないので利子がどんどん下がるっていう、そういう状態ですね。アメリカもそのアメリカ国債っていうのがあるんですけど、アメリカの場合って10年の国債、まあ10年の定期預金と2年の国債、2年の定期預金っていうのがあって、まあもともと10年ものの方が利率は高かったんですよ。10年間変えられないわけだから、まあ、利子 2% とかつくよねっていうのだったんですけど、ところがどっこい昨日一昨日ぐらいから2年ものと10年ものでいくと10年ものの方が利子が安くなっちゃったんですよ。定期預金が2年ものだと 1.5% ですと、10年ものは昔は 2% だったんだけど10年ものも 1.5% になっちゃったのよ。要はその定期預金を2年のを契約するのと10年のを契約するので利率が一緒になっちゃったんですよ。っていうぐらいその2年ものが人気がなくなっちゃって、でその10年ものの人気が出てるっていう状態なんですよ。運国債の野望なんで安くなったの？結局その欲しい人がいればいるほど安くなるので、その2年ものを持つ、逆です、2年ものを買うんじゃなくて長期のを買おうとしてるんです。みんな長期を持つメリットがなくなったんじゃなくて短期のが怖くて買えなくなったが正解じゃないですかね。短期のがなんで怖くて買えなくなったかっていうと、まあもうすでに株価下がり始めてるんですけど、アメリカと中国って今貿易戦争をし始めてるわけですよ。こういうのに関税かけるよとかっていうのがアメリカが言って、じゃあ中国もこういうのに関税かけるよってやり合ってたんですけど、今回ちょっとアメリカが劣勢になったんですよね。アメリカがじゃあ次これに関税かけるよって言ったけど、やっぱ関税かけるのやめといてやるわっていうことになったんですよ。今どんどん関税かけちゃうと、アメリカってクリスマス前に、まあ、クリスマスセールみたいなのですげえ物が売れるんですよ。でところがどっこいそのクリスマスセールの時に買う電子機器だったりとかっていうのに関税がかかっちゃうとクリスマス商戦の売り上げが下がっちゃうと、でそうするとそのアメリカ全体がちょっと雰囲気悪くなって景気悪い感出ちゃうので、それは良くないから関税かけるのをやめますわっていうふうにアメリカが言ったら、アメリカ側はそれを言ったら中国もじゃあ俺たちも関税かけるのやめるよって言って、お互い譲歩して妥協みたいなのを期待したんだと思うんですよね。まあ、ところがそのアメリカがじゃあ俺たち関税かけるのやめるわって言っても、中国はいやうち予定通りやるっす、アメリカの事情とか関係ねっすっていうので、割と筋を通してきたんだよね。このね筋を通すっていうのでどっちが正しいかというと中国の方が正しいって話になっちゃうのよ。今そのアメリカと中国の話をしてたんですけど、例えばその日本と韓国って揉めてるじゃないですか。でもともとそのなんか徴用工裁判の判決が韓国であって、それに対してじゃあその日本はその仕返しとして半導体の値段、その半導体をなんか売るとの許可を必要にしてホワイト国から除外するぜとかってやってるんだけど、あれ本来は徴用工に対する仕返しっていうことにはなってないんですよ。何らかに対する仕返しで貿易条件を変えるっていうのは一応その国際的な WTO っていうルールの中でやっちゃいけないことになってるんですよ。なので仕返しじゃないっていう体になってるんですよ。仕返しではなくてたまたまその韓国を調べてみたらなんか半導体をなんかよく分かんないところに横流ししてるから、だからホワイト国から除外するんですよ、これは仕返しではありませんよっていう体なんですよ。 WTO とはワールドトレードオーガニゼーションっていう世界中の国が150カ国ぐらいかなが加盟してる、貿易に関しては公平にやりましょうねって言ってる組織なんですけど、で話戻して、アメリカと中国もお互い仕返しではなくてあくまでたまたま調べてみたらなんかその中国の製品が軍事的によろしくないことをしてるらしいから関税をかけて制限しますよって言ってるだけなので、そうするとそのアメリカがやめたからうちもやめますっていうのだと、それって仕返しでやってたってことを認めちゃうことになっちゃうんですよ。
要はあくまで調べた結果こういう関税をかける必要が出てきました、うちの国はだから関税をかけますっていうのがお互い建前としてしたのよ、まあ、世界中の人はその建前信じてないんだけど、お互いにこう嫌がらせ合戦をやってるだけだなと思ってるんだけどね、アメリカと中国は。でも一応建前としては調べた結果関税をかけなければいけないというのがたまたまアメリカと中国で重なっていただけなんですよ。で今回アメリカがじゃあうち関税かけねえわって言ったら、中国側もじゃあ妥協してじゃあうちもかけないよって言うかと思ったら、うちはあの調べた結果かけるって決まったからかけますよっていう建前を押し通してきたのよ。そうするとそのクリスマス商戦を人質に取られてるアメリカ側はちょっと厳しいっていうので、そのアメリカの株価も下がっていって、2年間のその国債と10年間の国債っていう話を最初にしたと思うんですけど、そうすると2年間は結構景気が悪くなるだろうと、なので2年国債っていうのをみんなが買わなくなって、もうちょっと10年ぐらいだったらまあ景気戻ってくるだろうから、じゃあ10年の長期を買おうっていうので、今そのアメリカの投資家っていうのが割とその不景気に対応しようとして金を買ったりとか、ちょっと前だとビットコインを買ったりとか、そういうのが動いたりしてますって話です。はい、最初にねタイトルを回収するっていう結構珍しい場なんですね。ちなみにそのちょっと前のやつで戦争が起きたりとか社会不安が起きると金の価格が上がるとか日本円の価格が上がるとかビットコインが上がるって話をしたと思うんですけど、ビットコインがちょっと下がったんですよ。ビットコインってどこの国にも所属している通貨ではないので安全だろうと言われてたんですけど、なんとなく不安、信用できねえっていうので今回ビットコインがガクって下がりました。はい、ザバーミロっていう感じですね。投資を始めてみたいのですが、最初から仮想通貨に投資するのは危険でしょうか？また貯金と投資の率でどのくらいがいいと思いますか？まずあの仮想通貨にぶち込むのは投資とは言いません、投機ですね。投資と投機の違いがわからんっていう人はいると思うんですけど、例えば株式基本損しないんですよ。損するパターンは早めに換金したいと思った場合なんですよ。例えばじゃあ楽天っていう会社にお金を突っ込みました。その楽天の株価って上がったり下がったりすると思うんですよ。でも上がったり下がったりはするんですけど、じゃあ日本人がネット上で物を売り買いするというのは長期的に成長しますかっていうのでいくと、日本人がめちゃくちゃ減るとかでない限り、結局いつか売り上げは上がるんですよ。オンラインで物を買う人がいなくなることはまずないよねと。で、リアルで買うよりオンラインで買う方が安いよねっていうのがあって、日本人が突然減るとかがなければ、楽天の売り上げは、まあ、普通上がっていくんですよ。まあ、楽天の経営者がめちゃめちゃアホで、そのアマゾンとかじゃあヤフーショッピングと戦ってボロ負けし続けるっていうのがあるんだとしたら別なんですけど、でも、じゃあ、無能が担当者だったとしたら すげ替えるじゃないですか。例えばそのヤフーショッピングの担当者を引き抜くとか。なので、その株式会社って株価の一喜一憂はあるんですけど、長期的にはその会社が続いている限りは成長するんですよ。なので、その投資である株式の場合って、20年とかっていう単位でぼーっと持ち続けると、まともな会社である限りは価値が上がるんですよ。その会社の人たちって価値を上げよう、売り上げを上げよう、物をちゃんとしたいいものを作ってお客さんに喜んでもらおうっていうので働くわけじゃないですか。ほんでそうするとその会社の売り上げが上がってって、その会社の資産が増えて結果として株価が上がるっていうのがあるので、投資っていうのは寝かしとけば増えるんですよ。仮想通貨とかあの FX の場合って寝かしとくと損するだけの場合があるんですよね。人によって価値観違うかもしれないですけど、なので完全に寝かしといて、でもそれでも20年後得するのかなこの会社はっていう感じでお金を突っ込むことができるのが投資だと思うので、なので本当に投資がしたいのであれば寝かすっていう視点を考えてみてください。大不況が来ると予想されていますが、空売りはどうです？素人やめた方がいいと理解してます。結局、そのアメリカの株とかでも、じゃあ下がるだろうと言われてガクーンと下がった後に、アホみたいにドカーンって上がって、で、また下がってってなるんですよね。要するにみんな暇なんで、何かの材料があると、じゃあ高材料だって言ってみんなでわーって買うし、みんな暇でパソコンの前にいるので、なんかやばい材料が出たって言ったら、じゃあ売れっていうので、その動きがめっちゃ激しいんですよね。で、その時のじゃあ材料っていうのが、もうなんとなくみんなが飛びつきたいものがあったら飛びつくっていう状態なので、本来だったら長期的には下がるかもしれないけども、何らかのそれっぽいいいニュースみたいなのがあると、そのせいで上がってしまって、で、なんか全然こう予想と違う結果になって、で、資金ショートするみたいな可能性もあるので、空売りは時間が敵に回るのでやめた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。